ちゃん、おはようございます。ひかる、ひかる、リンゴ食べる。ちょっと待って。ひかるね、リンゴが大好き。つきちゃん、いらっしゃい、おはようございます。ひかる、ほら、みんなにおはようって。ホップちゃん、おはようございます。リンゴね、あ、まんちゃん、ありがとう。こんなおばあちゃんの顔と、あのね、高齢犬と。あ、フォローありがとうございます。今日ね、ちょっと暖かくなりそうに。よいしょ、光る。危ない。光るがリンゴを狙ってる。ちょっと待って、このまま食べられへんから。とまっちゃん、おはようございます。いらっしゃい。エルバー69歳と3ヶ月、あ、3ヶ月は光るか。69歳、あと70歳まで、24日になりました。まーちゃん、ご飯食べて。まだやめへん、食べて、ゆっくり食べてね。もうね、ひかるのお散歩もお洗濯も全部終わってるからね。ゆっくりだらだら喋ってます。ゆっくりご飯食べてね、まえちゃんも。おばあちゃん、かわいい。おばあちゃん、もうね、あと23日か。あと23日したらね、70歳になるの。70歳よ。もうほんま大変なクソババ。30分ぐらいかかっちゃうんですけど、オッケー、大丈夫。あのバッテリーもたっぷりあるし、小1時間ぐらい喋ってる。大丈夫よ、ゆっくり食べてね。しっかり噛んでしっかり食べてくださいね。エルバも食べてるし。よいしょ、みんなも朝ごはん食べて。もう光が暴れる。ゴムレンジャーさん、いらっしゃい、おはようございます。朝ごはん食べ、やめないよ。まいちゃん戻ってくるまでやってるからね。はい。オッケー、ゆっくり食べてね。ショコラさん、おはようございます。うちのおじいちゃんの犬とおばあちゃんです。あおちゃん、いらっしゃい。ゆきちゃん、いらっしゃい、おはようございます。ひかる、危ない、あ、落ちてるから。あ、分かった、リンゴ下に落ちてたから、それを食べたがって暴れてた。あ、理由が分かった。ね、ごめんね。もうすっぴんでもね、TikTok のこの美肌加工ってすごいな。もう本当にここに私大きなシミがあるんだけどね、それもちゃんと隠してくれてるしね。髪短くなったでしょ、昨日ね。美容院行ってきたの、1ヶ月ぶりに。そしたらね、いつもね、そこの店長さんがやってくれるんだけどね、今日もいつも通りでいいですかってまず聞くのよね。で、はい、伸びた分だけ切ってくださいっていつも言うの。もうこの会話は、そう、リンゴが下に落ちてた。いつもね、同じ会話してるのにもかかわらず、伸びた分だけ切ってくださいって言うてるにもかかわらず、伸びた分以上に切られていくの。なっちちゃん、いいよ。でね、行くたびにね、1ヶ月に1回しか行かないんだけど、行くたびにどんどん短くなっていくの。
伸びた分だけだったらあのずっとその長さは変わらないはずなのにね。なのにあのこうもっと短くなるの前回よりも。コウメちゃんおはようございます。あのだからねこの調子でいったらね一月に一回そんな風にどんどん短くなる、ね、私ね今年のねあのクリスマスぐらいにはねあのなんていうのスポーツ狩りみたいになってるかもしれない。わかる？スポーツ狩りって、どうやったらいいかな。こうあ昔ねあの慎太郎カットとかなんかあったのかな。慎太郎狩りってなんかもうほんと短いのもう詳しいことわかんないけどほらもう男性でもうピチッと短くしてるの。そんな感じにあの、うん、12月ぐらいにはねなるかもしれない。伸びた分だけ切ってくださいって言ったら伸びた分以上に切られてるから。でもねそれに対してねあの何も言わない。もう髪なんてすぐ伸びてくるもんだからねあの別にそれ何でもいいの。とにかく短くすっきりしたらねそれでいいことだから。それとあのエルバー白髪がいっぱい出てくるからねここねあの根元がね白くなるの。それが嫌でねあの一月に一回ねこう言って自分で染められないの。自分で染めたらねまだらになっちゃう、なっちゃうから。ベルちゃんいらっしゃいおはようございます。だからねあのでも月に一回のその美容室に行ってねあナイチちゃん美容師さんなんやあそうなんすごいへえ。いやあ憧れるな。その腕に技術がある人って素敵よね。私もね若い頃ね美容師さんに憧れたんよね。一時本当に本気でなりたいと思ったけどね、うん、あのなれなかったけどねあのちょっとあのその時にあの、うん、私がもっと意志を強く持ってね美容学校に行けばよかったけどね、うん、でもなんだか知らないけどあのなれなかった。あの人の髪触るの好きだった子供の頃から、うん、でもあの今はねあのやってもらうのが好きです。気持ちがいいからねすぐ寝てしまうの。カットしてもらってる間にね子供の時もそうだったの。で子供の時なんかねあの散髪屋さんに行ってたの子供の頃はね。でこんなこうちびまる子ちゃんみたいなねおかっぱ頭にしてもらってたんだけどあの親がねあの行きつけ の美容院に連れて行ってじゃあお願いします言って帰るわけさっさと。一人残されてねこうチョキチョキやってもらってるんだけど お布団置いて奈美ちゃん、うん、お布団じゃ洗濯やね洗濯干してきてねお天気いいから早く干さないとはい、うん、あのまだダラダラ喋ってます。でねちびまる子ちゃんみたいにそうその、あの親がねじゃあお願いします言ってねもう私だけ置いてね帰ってねそれが 3歳か4歳ぐらいの頃なのにねあのまあ、行きつけのねいつも の床屋さんだからあの私も別に平気なんだけどでもねこう触られてるうちにもう気持ちよくなってこう本当に寝てしまうのよね。あのであのパッとあのなんていうの起こされるわけ終わったら終わったよ言って終わったよ言って起こされたらパッと目が覚めたらもう自分がもうこうチンチクリに生きられてて。その顔を見るたびにいつもうわーって泣いてた。あのちんちくりに生きられることがねあの幼心でなんかちょっと悲しかったのかな。でももうこの年になったらねちんちくりに生きられたらねあのそう寝るもうぐっすり寝てた。あ その時はね床屋さんあの散髪屋さんあのバーバーねでそこでもうやってもらってる間気持ちよくて本当に寝てしまってとにかく頭触られてたらねすぐ寝ます。昨日もね美容室で寝てました。あ行ってらっしゃい頑張ってね。天国の言葉さん行ってらっしゃい良い週明けの月曜日